エベレストって10回言って。おお、すごいできた。エベレスト、エベレスト、エベレスト。はい、どうも、ガリザクザクランです。ナイスガリスカイです。山本です。矢田です。最高の10回クイズを作ろう。10回クイズってあるじゃないですか。あります。はい、懐かしいな。得意。そう、早押しクイズでいけるぐらい。例えば、はい、ピザって10回言って。ピザ、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 ピザ。じゃあここはピザ。はい、みたいな感じで、まあ、ピザっていうね、響きの似た言葉から、うん、まあ、膝って言わせるみたいな、うん、そういうのがきっかけクイズですね、いわば、うん、もう結構皆さん、ピザって10回言われたら、あ、これは肘を効いてくるなっていう。あー、確かにね。引っかかんないわけですよ。そうね。だから、皆さん、これから1週間かけて絶対に引っかかる10回クイズを考えてもらいます。絶対にってむずいな。これをね、今出てない動画メンバーに出して引っかかるかどうかっていうのを検証していきましょう。こんな感じで1週間後、はい、10回クイズ出していきましょう。はい、それでは1週間後また会おう。はい、はい、あれから1週間経ちました。はい、経ちましたね。ということで、皆さんね、珠玉の10回クイズ考えてきたと思うので発表していきましょう。よし、よし、引っ掛けてやるぜ。ではまずじゃあ山上さんから。じゃあ出しましょう。なに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 、次特殊なことしてきてる。ピザって10回言う。おう、ピザ、ピザ。まさかの、まさかのそれできたんだ。うん、いいよ、いくよ。はい、ピザ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 。じゃあここはピザ。ブー。フィレンツェ。ピザってベタベタじゃない、ええ、ピザって言われてここまで来たら全員が肘の準備をすると思う、そうだね。肘の準備をした瞬間にこれが出たら新しいことが考えられなくなる。もう絶対引っかかるだろう。フィレンツェかどうかが分かんない。そこは普通にここはどこですかってやっても分かんない、うん、分かんない。10回言っちゃせえとかじゃなくて分かんない。絶対ピザって言われるの。ああ、そうだね。では続いて菅井さんの10回クイズ。よし、はい、山上に出すします。はい、ちょっと待って。ちゃんと思い出す。間違えて答え言わないように。間違えて答え言わないように。エベレストって10回言って。エベレスト、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 エベレスト。ルートにの語呂合わせは人並みに追う。人並みでもない。富士山麓じゃないなと思って、富士山麓だけは行っちゃダメだと思ったら全く違うんだよ。サンタクロースが持ってるのはの問題を真似したいなって思ってて、シカって10回言ってて、シカ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 って言ってもらった後にサンタクロースが乗ってるのはトナカイって言っちゃうって思って、シカのことを思い続けてトナカイって言っちゃうみたいな感じで、エベレストのことを思い続けると富士山って言っちゃうかなと思って、富士山じゃなくて糸魚だみたいな。そう、考えることが多いから、パッと言われたら引っかかっちゃうと思う。なるほど、混乱させるっていうのが大事だ。そう、それでは続いて福田さん。はい、痛いの痛いの飛んでったで10回言ってください。痛いの痛いの飛んでった。痛いの痛いの飛んでった。痛いって何か言った10回ベー。20回言ってる。痛いの痛いのだから痛いが2回入ってるんですよ、うん、回だから1回言うために2回痛いって言って、20回は10回でなんだけど、最初の飛んでった痛いのってその1個の間にも言ってた。でそこは9回9回だ。これ10回足して30じゃなくて20に9足して29回だ。そうです、天才だ。めっちゃ頭いい人が20回だ。そうね、29っていう人絶対ない。絶対ない。うまい、今のうまい、やばい。これ追いつきたかったな。これでどうします。じゃあ今から出していきます。イエローね、この実験に参加してもらう候補としているのはこうちゃん、林、犬です。あー、これ林、林。一番似てるわ。じゃんけんで勝った人は林。一緒に言う、じゃんけん、はい、イエーイ。じゃあこうちゃん、犬にする。あ、まあそうなるね。そうなるね。まあそれは全然どっちでも。木村さんが、犬。はい、津谷さんが、林。はい、山上さんが、こうちゃん。はい、かけていきましょう。よし、よし、はい。今何編集してるんだっけ。今は究極の選択。ああ、そう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 。お、
なんか今ツイッターでこれ知ってる、あの絶対引っかかる10回クイズで、ツイッターそうなんて、なんてですか、あ、じゃあちょっと出すから、はい、痛いの痛いの飛んでったって10回言ってください。痛いの痛いの飛んでった、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 痛いの痛いの飛んでった。痛いって何回言った？が出たから29 29 29。マジか、マジか、ダメだった。そんな頭いいことある？めちゃくちゃ頭が悪いの。はい、ちょっと撮ってて、はい、ああ、あ、それぞれ一個ずつ毎回クイズを考えてきて、全員熟クだろ。そうそうそう、全員考えてる。時間制限つければよかった。そうだね、ちょっと聞いたよね。わかりませんでした。すごいな、いくらさんに言われてるからなんかあるぞみたいな、ちょっとパッて答えちゃうと危ねえぞみたいなセンサー。なるほどね、日頃を言われるようなって考えてるから。いや、挑戦失敗かな。はい、ちょっとね、よく見る感じでございます。すごかったな、これは。いや、なんか雑談をするっていう。あ、雑談、うん、なんか最近、コウジさんの最近なんか良かったクイズありました？そうね、先日東大王を見せて、なんかその回答者も含めすごいいいクイズだった。あ、なるほどね、はい、僕もね、今ね、ちょっと一個クイズ考えてきたんですよ。はい、じゃあちょっと出すといい、はい、ピザって言って、ピザ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 。じゃあここは、どうなんだろうな。いや、一個まあ思ってるのはあれですよ。パッとパッと言われた。いやいやいや、これがピザって言ったからロマネスク様式が有名な年を思いついているんだけど。いいんだけど、それを言っていいのか、これが単なる年なのか悩んでて、そこら辺さ、ラツヨシュかな、ラツヨシュだったらローなんだよな。でも、あ、ローマだったっけな。長いんだよ。じゃあじゃあ、はいはい、ローマ。残念。あ、違う、フィレンツェ。あ、フィレンツェか。一番中途半端な結果。このゲームは、小池田さんがピザって言ってくれたら、うん、僕の勝ちで、うん、小池田さんがフィレンツェって言ったら小池田さんの勝ちだったんだけど、うん、ローマって言ったから何も勝ちじゃない。長いんだよ。もっとさ、パッと言ってくれないと。10回クイズ知らないの。知らない。ピザ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 、あ、ここはって言われて、膝って言っちゃうっていうやつよ。ローマって言っちゃダメよ。いやいや、いろいろ考えちゃった。考えた結果、下を外してるし、正解しないから。ということで、山上さんの挑戦は失敗です。いやー、はい、ということで、次は菅井さんかな。はい、はい、楽しみ。あ、ヤッシー。はい、あ、ヤッシー。はい、あのさ、俺はさ、林着席。はい、次はさ、もう絶対林に謎々的な問題取ってほしいわけ。はいはいはい。だ、次の企画は俺ね、10回クイズが来ると思っている。ほうほうほう。10回クイズ知ってる？知ってます。ピザって10回言ってみたいなやつ。僕は肘。正解。えい、みたいなやつ。それを対策したいわけですよ。なるほど。林なんか今思いついたのある？サンタクロースって言えばいい。10回。サンタクロース、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 サンタクロース。トナカイに乗ってるのは誰も乗っていません。おお、おお、いけたいけた。感じだね。そういう感じ、そういう感じ。それをやりたいの。なんかないかな、他に。マグロ、マグロって10回言って、ちゃんとやろうぜ。マグロって10回言って。マグロ、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 マグロ。タカちゃんのお兄さんはハッブーみたいな、みたいな、もう言ってっから、それ。これ危ないな、普通に。新作だったら多分言っちゃうな。はい、で、それを、うん、まあ、対策していこうと。そう、今やって考え中。はいはいはい。あ、分かった。じゃあ俺もう一個だし。はい。エベレストって10回言って。おー、すごい来た。エベレスト、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 エベレスト。ルート5の語呂合わせは？ルート5の語呂合わせは？10回クイズって。はいはいはい。
か。あります。得意、早押しクイズでいけるぐらい。間違えて答え言わないように。間違えて答え言わないように。エベレストって10回言って。ブートニの語呂合わせは、ブートニの語呂合わせは、エベレスト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 。ブート語の語呂合わせは、富士山の子をおむなく、富士山の子をおむなく。やった今のやばかった、マジで。ルート2はって言ったかったのに。ルート2は僕分かんないんですよ。なんで1.414 みたいなだけ覚えて、あと何も覚えてない。あ、語呂合わせ覚えてない。もう数字で覚えてない。そうです。じゃあもう無理じゃんって。じゃあもう無理じゃん。これね、実は最強の10回クイズを作ってこようっていう企画だったの。うわ、これ本当にボツだ、この動画最悪だ。絶対林さんが一番引っかかるんだと思う。そうそうそう。一番声が弱いから。はい、ということで菅井さんの失敗、出題ミスだもんね。そうだね、引っかけができない。引っかけができるかどうか現状じゃなかった。はい、ということで皆さんお疲れ様でした。いや、最悪すぎる。で、福田さんは普通に出して、ユウがバカ賢かった。確かに。こうちゃんがもうなんかすごい考えた。すごい考えてくれたから。で、出題ミスと。ちょっとサブちゃんとかで出すと思うんだけど、もういろんな人に出しまくって、ちょっと成功させよう。成功させたい。意外と成功させたいね。みんな例題出してる時は成功してるから。成功してるんだ。だから我々はでもちょっとやっぱり1週間考えてきてるから、まあ引っかかってあげようか。みんな。そうそうそう。だから多分いける。あのルート2ってちゃんと言えれば多分いける。こいつが引っ掛けに来るなとか、そういう場合じゃないってこれ。そうだね。いろんな手出して、はい、その成功の様子をね、サブちゃんに出しますんで。はい、面白いかとか分かんない。分かんない。全部失敗かもしれない。ぜひ見てください。チャレンジの様子をね、公開しますんで、はい、こちらも見てください。というわけで、チャンネル登録、高評価、質問もお待ちしております。それではまたお会いしましょう。さよなら。バイバイ。通知も分かんないしたね。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。